みなさん、こんにちは。本の旅の案内人久米沙りです。最近、テレビのニュースとか、あの、国会中継なんかでも。手話通訳をされているの、よく見かけます。あと、テレビ番組の、特に、あの、連続ドラマとかで。字幕がずっと、こう、もう番組の間中出て、いたり。していますけれども。あれは、あの。配役の役者さんたちが、どんな。 セリフを言われているのかというのを全部字幕であの読むことが、えー、できます。あの聴覚のご障害のある方には、まあ、とてもとてもいいそのコミュニケーションのツールがあの手話であったりもちろん字幕が出ることだと思います。えー、また皆さんの教会で、えー、手話のあのご奉仕をされている方がいらっしゃったりするそういう教会もあるんじゃないでしょうか。えー、私はですねあのキリスト教の手話を習いたい習いたいと思っていてまだ習っていないので、えー、今回は。 このご本を読ませていただいて、もうすごく大きいチャンスが神様から与えられたなと思っています。えー、今日はこれから手話を、えー、キリスト教の手話を習いたいという方はもう必見でございます。えー、手話で福音を伝えよう。今日は、えー、小島光義先生と一緒に本の旅に出かけたいと思います。はい、えー、皆さんこんにちは。 えー、それではスタジオの方に、えー、この5本書いてくださいました小島光雄先生が来てくださっていますので早速お話を伺っていきたいと思います、えー、どうも先生初めまして初めましてよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、えー、早速手話でありがとうございます <laughs> 1939年愛知県生まれ19歳の時に受精をされた小島光雄先生聴覚障害者への伝道を志し 日本ルルーテル神学学校に入学卒業後聴覚障害者の伝道担当牧師として全国で開拓伝道をされてきましたまた東京都公認手話通訳者となられキリスト教視聴覚センターで手話通訳を24年間務められ日本福音ルーテル協会東教区手話通訳養成講座を開催されてきました 今日の本の本旅「手話で福音を伝えよう」はクリスマスイースターなど聖書の福音の手話役をイラストで分かりやすく説明したテキストブックキリスト教用語の作品や聖句の解説も掲載され充実した内容の必見の1冊です。あのこの本本なんですすけども、はい、中身を拝見しますとと当にイラストと あの聖書の御言葉が並行して書かれてありまして、ね、あの大変分かりやすくなっていると思うんですけどもちょっと番組をご覧の皆様にあのこんんなな風になっていいいるんですすよとご紹介したいと、えー、思いますあの例えばですねここはヨハネによる福音書の「命のパン」のところなんですけれども、はいえー、こんな風に手話だと御言葉がこのように表現されるということが本当に 一つ一つの言葉を追ってあの分かるような形になってあのいるわけなんですけどもまずこのご本の出版の経緯から教えてください。あの私はあの聞こえない人たちの牧師になりたい、はい、そういう願いを持って献身をしたんですね。はい、あのこの世界に入りましてから、はい、実は 手話の世界っていうものが非常に、はい、あの私たちのいわゆる音声の言葉と違うっていうことに気がつきました。はい、で手話っていうのは手でこのここの場面にですね、はい、このキャンパスがあってここに絵を描くようなもの、はい、両手でね、はい、絵を描くんです。はい、例えば 神様がいて、はい、まあ、通常右手ですけど、はい、神様がいて私たちがいて、うん、という形で、はい、そういうあの形で作るんです、はい、で、そういう手話が。あの聞こえない人の世界に実はなかったんですね<ー>。キリスト教手話っていうのはなかった。で、キリスト教用語も聞こえない人には理解できなかった。はい これが現実だったんです。はい、で、私が一番最初に聞こえない人の集まりにいたときに、はい、私も手はまだ十分でなかったですから、はい、全部黒板に書いてお祈りをじっとして、はい、指さしてね、うん、お祈りをするという、はい、そういう形で始めたんです。はい、そうしましたら後でですね、質問があって、はい、私たちの日ごとの行いを あの清めてください、はい、例えば書きます、はい、それをですね聞こえない人は意味がわからないっていうんです。はい、というのは、はい、日ごとはまあ分かってんですが、はい、行うっていうのは、はい、読み方がわかんないなんて「行く」って書くんですか、うん、ということなんですよ。はい、だからそういうことが聞こえない人の心の中にあるんで「うん、行く」っていう言葉。 でかくどっかに出かけていくという、はい、そういう理解で受け止めるんですね。はいはい、でこれを考えましてねキリスト教の言葉がどんなに語られても書かれても、はい、これを伝えるのは、はい、これは至難の窓だ、はい、というふうに思いまして、はい、でキリスト教っていうものを私をろかして。はい 私の心の中でどういう形で受け止めたか、うん、っていうことを考えて、はい、それを手で形作るというふうにこう考えるようになったんです。はいはい、だから心を手で表す、はい、というのが手話の一つの基本だと、はい、私は思ったんですね。はい、通常は例えばご飯を食べるとか、はい、お茶を飲むとか、はい、これは当たり前に使っています。はい ここれは聞こえない人もわかるんですね、はい、ところがキリスト教の言葉になると例えば「愛」っていう言葉がありますね。はい、愛って何だろうか考えるんです。うんはい、愛を形に表すと何だろうか。これがまだよく分からない。はい、信仰って何だろうか。はい、聖書の中で私も神学校で勉強しましたけど。うんはい たくさんの言葉が進学用語があるけれども、はい、一つ一つこれが私の心の中でどんなふうに受け止めているのか、はいうん、っていうことを問い直していくわけですね。はいはい、それを通して今度は自分の理解したことをあのこの形の中で作っていくんですね。はいはいはい まあ40年かかっていろいろなところで教えてきたことを何とか残せないだろうかこの次の人がやる時も同じ苦労をしなければならないからその苦労を少しでもなくすようにね作れないかなっていうことで阿バコさんに相談してこういう本出したいんだけどということを頼んだんですね。でどういうふうに作ろうかっていう時にまああの。 これは編集部の意向だったんですけど、はいはい、とにかく聖書の言葉を手話に訳してみようと、うん、そのまんま、はいはい、そしたらこの言葉はどういう意味を持ってるんだろうかっていうことをね、はいあのー、分かってくれるんじゃないかそれを通してキリスト教手話が少しでも普及するんじゃないか、はい、そういうふうに考えました。 言、はい、ってくださったんですね。はいはい、それではこの本が出来上がって、はい、あのとにかく聖書の言葉を選んでくださって、はいはい、これをどういうふうに全生訳しますかって言われまして、うんはい、これからそれから私の戦いが始まってきました。はい、はい、はい、ありがとうございます。よくわかりました。はい、あのまあえー。 いろんなことを伺いたいんですけど、まず最初にあの小島先生がまあ牧師先生になられるということはまあクリスチャンになられたということなんですけれども、先生があの信仰を持たれたその最初のきっかけっていうのはどういうことだったんでしょうか。はい。はい、私は十八の時に洗礼を受けたんですね。はい、で実はあの私の家は昔は豊橋にあった、はい、町の中にあったんですね。はい。そしたら あの終戦1年前に、はい、豊橋が大空襲にあったんです、はい、それで着の身着のままで渥美半島の田舎に引っ越したんですね、はい、でその時に9人家族だったんで、はい、と本当にあの第8ぐらに、はいにお米一生やっとあの根巻きに包んで、はい、持って帰って、うん、転がり込んで、はい、母の里に。 あの実家にまあ転がり込んだんですけどね、はい、田舎のところですから、はい、都会から来たものは邪魔物扱いですよね、うん、食べるものも本当にできなく、うん、食べられなくて、はい、最初に私が病気になったのはい、それは栄養失調から来る四半天病といってね、はい、毛細管がブツブツ切れてくる病気なんですよ。うんはいはい で私の時にはとりあえず薬が与えられて治、はい、まったんですねで次の弟が耳が聞こえなくなって高熱で聴覚障害になっちゃったんですね、はいうん、そしたらあの田舎のことですから障害を持っている家族がっていうのはまあ血が汚れているとかね何かたたりがあったとかね、うんはい そういうい差別をずっと受けながら過ごしたんです、ねはい、んまあ今でこそ亡くなったけれども聖、はい、書の時代にもね、はい、この目の見えない人は誰が罪を犯したんですかっていう問いがありますよねああいうことがあったんですね。うんで、まあ、そんな中で、はい、私の父親が、まあ、教授屋っていう表具師っていう仕事をしてたんですけども。はいはいはい あの仕事をしながらラジオを聞いていたら、はいうん、たまたまその当時はルーテラワーがあったんですね、はい、でルーテラワーの賛美歌を聞いて、はい、その最後に聖書を送りますっていうことがあったんですね、うん、ちょっと長くなっちゃいましたけどいえいえその聖書を送りますっていうところでなんか何かあるかもしれないと思って聖書を頼んだんです。はいはい、そうしましまたら 聖書と一緒に宣教師が来まして、ねはい、その日から私のうちで家庭集会が始まったんですああの聖書を送ってきてくださるわけじゃなくて,持って,てく持ってきてくださってあそれが宣教師の先生が持ってきてくださった <laughs> そうなんですよほとんど日本語のできない宣教師がね、はいはい、英語のできない家に来て、はい、もう大変でした最初の頃は、はい、田舎に降り立った宣教師と外人の方を見てね、うんはい 子供たちが仰天して、はい、そしてあの赤い髪の毛の背の高い女の人がねはい、はい、堂々と歩いてくる、はい、後ろにぞろぞろ子どもがついてきてね <laughs>、はい、でそれでうちへ来てそれから毎週私のうちへ来ますっていうことで、はい、仕事が教授屋の仕事だったもんですから、うん、結構広い仕事があったんですね。はい、で父も断りきれなくて、うん どうぞということで「お願いします日本語でどうぞ」ということであちらは英語で「そうですか」ということでとにかく手振り身振りでもうそれで家庭集会が始まったなるほどそれがきっかけだったんですねそれでもうそれこそ「擬音交じりのねドロロロとかねそういうような神様がドロロロロッと考えてこんな感じのお話で人柄が非常にいい方だったもんですから。じゃあ英語で でも片言の日本語でメッセージはしてくださって、ね、神様が私たちのところにロローとろろとろっとやってそんなような感じでは<ー>それも笑顔が素敵でねその先生が受け始めて20人ぐらい集まったかないっぱいになるぐらい集まってただ私はあの当時夜学に入ってたんです、はい、高校がね夜学、はい、貧しくてちょっと。 普通の高校にに入入れなくててっましたちょっと群れかかってたんですねその当時の暴走族っていうのがありましてね田舎にねチャリンコですけど自転車でね10代ぐらいでわっと走り回ったりしてねそういうことを仲間に入ったりなんかしてたんですけどね。ある時みんなが誰もいなくなっちゃって。 帰ってきたらちょうど家庭集会終わってたんです、はい、でそれでみんながお茶飲んでお話ししてたんですね、はい、そしたらどうも今まで遊んでた友達と違うな、うん、何か違うものがあるなということで、はい、それから土曜日の家庭集会に私も出るようになったんですね、はいはい、早く終わってきて、はい、でもいつも大体祝祷の時には来るんですよ、うんはい、最後のことで。そうですはい 授業が終わってから帰りましたから、はい、でお茶を飲んで友達と話をして、はい、そして聖書の暗記競争をしてた、はいたこれが私の信仰生活の初めなんですね。はいはい、でその暗記競争が非常に私の中で、うん、あの神様の声を聞くのに役立ったんですね。やっぱり聖書は暗記しなくちゃいけないな文語、うん、体ですけどね。はい で、その時はみんなカードで書いていくつ覚えたっていうので、毎週競争するという。そんな状態でした。それが3年ほど続いた時に。その宣教師が私をあのクリスチャン。ではないですけども、求道者の高校生が集まっているキャンプに行かないかっていう風に言われたんですね。で、キャンプで集まりが。 <で>はい、まあ山小屋のみたいなところで車座になってお祈りしてたんです、はい、で順番にこうお祈りがしてきてね、はい、で私の前になったんです、はい、お祈りしたことないんです、はい、で天にましますまでは真似して売ったんです、はい、そしたらその途端にね、はい、雲の上にいるみたいにふわーっと何にも分からなくなっちゃって、はいはい、でその時にね その小屋のところをどんどんと叩いた人がいるんですよ、はい、で、宣教師が見回りに来たんで、はい、その時にね、あの目視録の三章の二十節、はい、私は心の音の前に立って、はいただくあの言葉がね、はい、来たんですね<ー>声として聞こえたんです、はい、あの暗記していらっしゃったから見言葉が分かっておられたうそ,うそうなんですね、はい、それで、あ イエス様は私の心をたたいてくださってる、はい、と思って、うん、あイエス様をお迎えしようって決心してすごいタイミングですねそれでそれからいろんな準備をしたんですけれども、はい、あのどうもね私理屈っぽいのかイエス様は一度会ってみたいって、はい、伝道師に頼んだんです、はい、イエス様に会わせてください。はい ねはい、そしたらね、はい、こう言われたんです「カーテンの外から見たって見えないよ」はい。カーテンを開けて玄関の戸を開けて、はいうん、中に入るとそこにイエス様がいらっしゃるからと、はい、言われましてね、はい、あそっかっていうことで私は洗礼を受けたんです、はい、それからあのイエス様にまだ会ってないんですけどね、はいはい、イエス様に会いたいっていう思いはずっと思ってました。はい でイエス様ってどんな顔をしていらっしゃるんだろうか、うんはい、イエス様はこういう時にどういうお顔をするんだろうかっていうのはいつも思ってました、うんはい、例えば目の見えない人のことにねツバ、うんはい、を塗、ね、ってくるような、はいはい、この時イエス様ってどんなお顔をしているんだろうか、うん、こういう思いがいつも頭の中にあったんですね、はい、でその時にあの 自分の将来について考え始めたんすね。で朝起きて仕事して夜学に行って帰ってきてまた寝てそして食べてっていう繰り返しの中で自分の一生ってどういうふうに使ったらいいんだろうかと考え始めたそれが18時ぐらいの写真の時なんですけどねその時にやっぱり聖書の声が聞こえたんです。 伊谷書のあの翔平の言葉ね「はい、私は誰を使わそうか」うん「あの民のために私は誰を使わせうか」はい、そういう声が聞こえてきたんですね。うんはい、その時に私はねあの「私は賛美歌を歌って楽しんでいる」はい、けれども弟は聞こえないから、うん、そこには出られなくて賛美歌も歌えなくて。はい 一人んと部屋にいるんです、ねはい、私は3人病気になってね、はい、1一人だけ元気になって1人死んで、うん、1一人の身を失った、うん、私はこのために生かされているんじゃないか、うん、そう思ったんです、はい、それでね耳の聞こえないこの弟のような人たちがたくさんいる。はいうん 教会にも来られないお話も聞けない、はい、賛美歌も歌えない、はいうん、そういう人たちに神様の声を聞かせたい、はいこれがあの私のきっかけだったんでそれで牧師になる決意にしてね、はい、そして手話にもそう,しそういうことで出会われていたってことですねはい。はいう 実際に日本にはあのその生活習慣に基づく宗教用語っていうのがそれは仏教だったり神道だったりっていうあの宗教用語が日常にもあると思うんですけどもでもキリスト教の用語っていうのはあまり日常生活の中では出てこないのでとてもご苦労されたというか工夫されたことがたくさんあったんじゃないかと思うんですけどもその辺りを1つ教えてください。はい、例えば神様だったらこうすするんです でお願いをするっていうのは「祈る」はい、信仰っていうのは祈るんです」にこ,こ,これはね教会では使えないと思ったんです、ね、キリスト教はこれはやらない,いからね、はいはい、そしてねどういうふうにしようかなと思って「神様にすがる」って言って手話をしたんですけど、ねはい、これはね すがっているのは自分の力ですすがってるでしょ一番信仰が欲しいのは、はい、す,すがる力もないときなんですよね、うん、あなるほどすがることもできない時に信仰が欲しいですだから、はい、それである集会でね、うん、私はあの十字架を心に持つことだはい という手話を作ったんです。はい。それで一時間ぐらいお話したんですよ。はい。そうしましたらね、あのその後ではい先生って言われて、はいはい、何って聞いたら、十字架のネックレスはどこで売ってるんだ。はい。聞こえない人はそういう見方するんですよ。ああ<ー>。1> 私一時間ネックレスの宣伝してた。はい、<laughs> はいはい十字架のはい、まあ。これはもうダメだと思ったんですんね、うん。はい。 はい、これで新しい手話を作らなきゃいけない、うん、ということで一つ一つ作っていこうということで決心したんですで信仰っていうのは何だろうか、はい、と考えてみて神様の御子であるイエス様を心の中にお迎えすることだ、うんはい、そういうふうに思ったんです、はい、だからあのクリスマスでね手話きませりってありますよね、はい でで有名な曲す左手を出してないとねどっか行っちゃうよというお話もしたんですああなるほどイエス様がいらっしゃったらしっかり持ってなさいはい。これが一つの説教になるんですなるほどちゃんと信仰のストーリーがその手話の中にもあるんですねできているということなんですね 聖書の中から手話を作ろうと思って、聖書をいろいろ考えて、例えばねエデンの園のっていうのあるでしょ。神様のお守りの中にあるところにアダムとエバが住んでた。で神様に罪を犯した。罪を分かんないんですよ。罪はこうなんです。捕まっちゃうていうことですかね。お前さんに捕まっちゃう。お前さん捕まっちゃう。これ違うでしょ。 違いますね聖書の中の罪は。で悪い人のっていうのはこうするんですこれ,これはあの腹巻きにね合、はいあの相口を差し込んでいくすていうそういう怖い人ですねはいはい考えなんです、はい、これも違う、はい、どうしたらいいだろうと思ってね、はい、でアダムとのエヴァの話から「かもアダムは、はい、エデンのその中央の木の実を取って食べてはいけない」って言われたのに「うん っって食べちゃった、はい、だから神様に対する悪い犯行だって言ったう、はい、そういう手話にしたんですよ。はいはい、で神様の悪い神様に対する悪いっていうのはこれはお人形を作るでしょであお人形を再生されないようにダメなやつで鼻を切るんですって。はあそこからきて,て,てるんですって。 はあ、悪い犯行うんそういう手話を作ったんですね、はいはい、そこからですいろんなものができ始めたあなるほどで神様のエデンの園から落ちるっていうのを堕落するっていうことでしょ堕落した人を神様の手が、ね、最も下根まで、はい、それこそね貝堡家の,あの家畜小屋にまでイエス様が来てくださって。うん そして最も低い貧しい人たちだったうんだから、うん、それから救い出してくださるっていういこれを救いという一連の手話にしたんです。あなるほど。もうじゃそこにストーリーがもう説教というか <laughs> うもう聖書のメッセージそのものなんですね。そうなんです ああよ,よく分かりましたというかもっともっと伺いたいんですけど、はい、あなるほどなるほどすごく奥が深いものだということは分かりましたじゃあ,あの世の中の一般的な手話と、まあ、キリスト教の,その福音を伝える時の手話というのは、まあ、全部が違うというわけではあのないけれどもその福音をお伝えする手話というのは全然違う罪にしても何にしても救いにしても違うということなんですね。すねうん、だからそういうういいいいい状態とのははは本当は好ましいことじゃないですね、はいはいはい でキリスト教用語を作っちゃうと、はい、キリスト教用語を知らない人が来た時意味が分かんないんです、はいはい、だからできるだけそれは避けて、うん、できるだけみんなが使ってる手話で、はい、表現できないかなっていうのも、うん、一つに頭の中に出てくるんですね。はいはい、なるほど、ねはい、で「神はその一人を賜ったほどに、はい、この世を愛された」うん。 っていうのは愛っていうのはこういう使い方です。はい。男の子いい子いい子子供をねいい子を作る。はい。これ違いますでしょ。う神様ゃ私たちをいい子いい子したわけじゃない。はいはい。ねそれでどうしようかなっていうことで考えてね。はい。これは最初の宣教師が同じような苦労しているんですよ。はい。愛っていう言葉は男女の愛なんです。はい。 ねうん、だから「愛」っていう言葉を使うとなんかクスクス笑われるような感じがしたんでそれでザビエルさんはね「はい、愛」っていう言葉を「大切」って訳したんです「はい、ご大切」はい、神は私たちを、ねうん、その一人をださるほどに「ご大切」にしてくださった「大切」にするっていうね、はいはい、で大切にされるっていう手話になるんですけどね。はいはい という意味がわかりますよね。はい、わかります。神様はね、一人子をくださるほどに、私たちは大切なんだよ。うん。大切にしてくださってるんだよ。はい。あ、これはいい手話だ。はい。ということでね。はい。もう、手話、おし、手話を教えるだけで。あの、説教になるんです。はい、もう、あの、伺ってるだけで、なんか恵まれてしまうというか、そういう感じがしますね。あ、ありがとうございます。ですからね、はい。私は。 これは手話を私のために作るんじゃなくて、はい、聞こえない人が聞こえない人に伝える時にこの言葉をこの手話で表すとどういう意味でこの手話を使うのかっていうことを伝えられる、はい、聞こえない人が説明できる。はいはい そういう手話ができたら本当にいいなと思ったんですね。うん、すねはい、あの番組をご覧の皆さんの中にもあの教会に、えー、聴覚障害のあの方やあの少しお耳の遠い方がおられるんだけどなかなか手話をあの習いに行くチャンスがないとかですね。まあ手話がまだできないという方もたくさんおられると思うんですけども、何か先生からそういう方たちに私たちができること何かそのアドバイスをして。 いただければと思います。そうですね。私はあの手話が。わからないっていう方が多いんですけどね。でも日本人である以上。基本的な動作っていうのがあるわけ。ね。で動作があって。その心があれば。それが表情に出る。ジェスチャーでもいいんです。で聞こえない人が来る。 聞,か聞こえない人がよくわかんないんですよね。はい、表面的にははい、はい、でもいらっしゃいって言えばわかるでしょう。はいはい、笑顔で迎えればわかるでしょう。うん、あこの人は私のことを受け入れてくれた、うん、ということは伝わるわけです。はい,はい。 ここれが手話のいいとじゃあできない人でも、まあ、それなりにやはり笑顔でお迎えしたりあの日本語の中で手話ではないんだけどもお伝えするあのことを言葉だけじゃなくてジェスチャーを交えてお話をするということはす,すごく、まあ、手話ができない人にとって聴覚でご紹介を持っている方とコミュニケーションを取るのにあともう一つ伺いたいんですけども、はい、これがあの最後のご質問なんですけれども。 あの今賛美手話というのが流行って、まあ、いるというかいろんな教会で賛美を歌っているんだけどもその意味や音が聞こえない方々のために手話でもってあの賛美を歌うということがよく行われているんですけども、はい、これがまた賛否両論があるようでやっぱり賛美は賛美で手話がない方がいいとかいや手話があった方がいいとかいろいろなお考えが あるようなんですけどものちなみに私があの通わせていただいている教会はや,っぱやはり手話ができる姉妹がいらっしゃって賛美の時にはその姉妹がいろいろ手話でもって賛美をあのしてくださるので私なんかすごく見ていて嬉しいんですけれども先生個人のお考えはどううでしょうか私もね、はい、手話で賛美を本を作ったんですね。はい で幼稚園でも先生たちに教えた、はい、で子どもに教えてやってほしい、はい、で子どもたちが手話っていうものに接するチャンスが歌でできるんですね。はい、で歌を歌うことによって手が大きくなるんです、はい、リズムの間で使うからう、はい、でリズミカルになるんです、はいはい、でそれは通訳者にとととってってもいいこなだからただねあの賛否の日の方なんですけど。はい 手話は聞こえない人がね、はい、命のカゼラ、あのコミュニケーションのためにね、はい、本当に必要で、もう命のつながりなんですよ。はいはい、それをね、はい、聞こえる人たちが楽しみに使うのは良くないという<ー>そういう反対があるんですよ。はいはい、それも確かに一理あるんですよね。なる,なるほど、なるほど。だから、はい、私は聞こえない人がわかるようなね。はい 意味が通じるような賛美の歌を作るってことの方が大事だと思うんですで、私の教会はオーバーヘッドプロジェクターを使っています、はい、熊本ではパソコンで全部を使ってありました、はいはい、でその時に手話を使うのとね、はいはい、歌を指してね、はい、声を出すのと声を出せる人もいるんですよ、はい 出したい人もいるんです、うんはい、でもいつも笑われるから出さないんです、はい、だから私は声を出して歌いなさいって言ったの手話だとリズムについていくの大変だから、はい、大きな声で出しなさいって言ったの、はいうん、で教会の歌にはね「はい、清唱っていうのもあるし、はい、ねあのー、コーラスもある、はいはい、私の教会は「雑唱なんですよ。はい じゃあ皆さんがバラバラ,んバラバラでもでも一つの曲歌われているとい、はい。で、私のあの講師会にいる時の経験なんですけどね、はい、ものすごく一人大議員さんで頑固なおじさんがいたんですよ。はい、何かというと、すぐ怒るんですね。はい、そしていつも自分が座る席が決まっているんです。はい、で、聞こえない人は私の席を見,、ま、見るために一番前に来ているんです。はい、たまたま席がいっぱいになってて一番前が空いてたんです。うんはい で、前に座っちゃったんです。はい、でまずいな、この人はね、後で何か言うぞと思ったんですよ。はい、そしたら、聞こえない人はいつものようにワー、わあ、わあ、わあって,言ってリズムは音程取れないんですよ。あはい、で、歌ってる。んです、はい、で聞こその方がね。はい。賛美歌を歌い始めたけど、はい、後ろの声が。音程が全然違うもんです。から、はい、最後は、ぶタんってしまってね、もう、変わってるやつなんです。はい。 で私ねこれはやいやまえなマジなと思ってね、はいはい、謝ったんですよ、はい、すいません歌いにくかったでしょうって、はい、そしたらその方がね、はい、涙を流すようにしてね、はい、私は生まれて初めて心に響く賛美歌を聞きましたそう言、ん、ってくれた時本当に嬉しかったです、うん、あなるほどこの聞こえない人たちがね、うんうん、出せない声で精一杯に歌っている歌をね、はい これこそ神様に対する賛美だ、うん、綺麗なハーモニーはないけれど、はいはい、こんなに美しい賛美はない、はい、と話してくれた、はい、私本当に涙を流して悪しました本当にでもうそうですねあの譜面の通りに綺麗に歌うだけがね賛美歌ではないということを今本当に教えていただきましただからまあ確かにね、はい、手話でありますはい シュワキマセリシュワキマセリとかできますできるのもたくさんあるんですできない歌が多いんです手話にね変えられない歌が多いんですよだからそういった歌をね無理に手話でしてとにかく通訳者は困っちゃってるわけですだからそういう手話はむしろ OHP があるんだったらさしてあげて隣の人がさしてあげてそれで歌えるんですよ ただどんな声を出してもね、はい、どんな音を出しても、うん、受け入れてあげる心が必要なんです。はい、それが一番大切なことですね。すよねあ,あ、はい、ありがとうございます。教会は雑唱でいいんですよ。そうですね。私とと年取ってそう思います。はい、あ、でも私もそう思います。ななね、はい。あの低く歌ってみたり高く歌ってみたりするんですけど、ねはい、教会はね心から歌える。 賛美こそ本当の賛美であってコーラスでなくても聖唱でなくても雑唱でいい。それが神様への賛美だと私は今聞こえない人にも言っているんです。無理に手話にしなくてもいいって。はい、もう本当勉強になります。あのありがとうございます。ええそれでは最後のご質問なんですけれども、あのこれからの先生のビジョンを最後に教えてください。いや。 私も今年で七十八になりました、はい、まだボケてはいないようですけども、はい、やっぱり手話が動かなくなってきてるんですね、はい、あの手が動かなくなってもう若い人が育ってますからいいんですけれども、はい、私でなくては残せないものは何だろうかということを今考えているんです、はい、で一つはね、はい、東京にいるときから、はい 聞こえないいい人に視覚補助物を使いたたいと思ったんです、はいはい、最初は外国から持ってきた絵を使ってたんですけども、はい、なかなかないんですよね。はい、でそれから何年かしてあの土曜日の夜説教を作ってから、はい、その画面を絵にしようと思ってをり始めたんで,す、はい、でその絵を後でね聞こえない人に見て。はい この絵はこういう意味だよ。うん、こういう意味で作ったんだよ。はい、今日のお話はこうだったんだよ。っていうことを説明したんですね。はい、例えば、あの目の見えない人がね。あのイエス様に癒やされた時、はい、その時の絵をね。目の見えない人が杖を持って歩くでしょ。はい、その杖をね。ここまで話すけど、どうしても話せない。はい 一方の手はイエス様に握られて一方の杖は話せられない怖いんです話したら見えなくなるそれでこう思ってる絵にしたんですこれ何だちゅうわけで信仰っていうのは弱いんだよイエス様にすがってもね最後のどっかは自分で持っていたいそれがいけないんだってこれも話さなきゃいけない全部任せなきゃいけない これをこの絵で表したんだよっていうことを説明するんですよ。そして例えば羊飼いの絵なんかでもね、はい、あそこにもありましたけど、あの羊飼い一匹の羊飼いをね、羊をね、はい、あの見つけ出して抱いているイエス様の姿はどんなお顔なんだろう。放浪、はい、息子が帰ってきた抱き寄せているあの父親の顔。 どんんななお顔なんだろうそれが私のイエス様への出会いになってくるんですね、はいはい、前から言ってたイエス様にね、はいはい、出会いたい、はい、この時にはどんなイエス様がお顔をしてるかなっていうことをそれによって表現しようというのをずっともう30年ぐらい切りを作ってきて、はいまあ、いろいろ古典もしたんですけどね。はいはい まあ外国にはとても喜ばれて、はい、持って行ってますけど、はい、それは切り絵は売るもんじゃなくて切り絵っていうのはカタカナにしたんですっ、はい、っていうのはを憐れでのしはを、い、るそ,そっちのと一緒になるんでだから私の祈りだからよく分けてくれって言われるんですけどねいくらでいいっていうからねあげないって言って。はい 欲しいならあげるけど、うん、お金を出して買うっちゅうんならあげないっつって、私のイエスさんもタラでもらったから、ははイエスさんは売らないっつって。は,はい。そういうことだね。もう素晴らしい、それは、あの、もうビジョンというよりも、あの、では、売っていただくんではなくてもね、CGN さんがまた、あの、切り絵のエキスビジョンとか、 展覧会でも番組の中でねさせていただければ素敵だなと思いました。はい、えー、本当に貴重なお話を今日はありがとうございました。余分な話をお返しました。いい失礼しました。ありがとうございました。ありございました、はいえー。それでは私たちはこれから、えー、小島先生の生の声で朗読をしていただきまして本の旅を楽しみたいと思います。私の願いは聞こえない人と聞こえる人が。 隔たりなく一緒に礼拝を守る日が訪れることです。イエス様はお答えになった。言って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い不病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい 人は福音を告げ知らされている私につまずかない人は幸いであるマタイによる福音書11章4節からイエス様は神の国とは当時差別されている人々罪人と見られていた人々が福音を聞き賛美する場所であると 言っていますそして聖書では耳の聞こえない人でも神様が救い主をお,お与えになったことを知って賛美したと記されています教会は今音の世界です礼拝で耳の聞こえない人が 取り残されないようにするためには四角言語である手話を用いることが適切だと思います教会は復活なさった救い主のいる場所です私にとって礼拝で耳の聞こえない人と一緒に神様を賛美することは一つの福音の証です 本書は聖書を手話通訳する人に見言葉の意味を考えキリスト教を学んでほしいと願って作りましたすべての人が礼拝に集まって福音を聞くことができ喜びにあふれた教会が形成されることを祈っています 今週の「ブックスケッチ」です。 本当に今日もあと今の30分で先生のお話が本当に一つ一つが奥深くてもっともっとあの伺いたいなと思いました、えー、特にあの驚いたのがキリスト教の手話というその手話の言葉を作られるのに世の中で今一般的に使われている手話のやはり言語とは全く違うのでそのゼロからえ作られたそれもその聖書の福音にのっとってそのストーリーにのっとって一つ一つの手話が あのできてきてるということはもうとってもあのびっくりしましたし、でもその手話が作られていく過程というのを伺って、なんかまた新たにあの聖書のメッセージをあのううようなそんな気持ちがいたしました。またあの賛美ということについても、ただ綺麗に歌うだけがあの賛美ではなくて本当に。 雑笑で、えー、高い声もある小さい声もある大きな声もあるそしてうなっているだけの方がいらっしゃるかもしれないけれどもでもそれが全部合わさったときに一つの賛美になって神様が喜んで聞いてくださるんだということもなんか改めて教えられました音楽というのはそういうものなんじゃないかなということもあの教えていただきました、えー、本当にた,たくさんの,あの発見が、えー、ありました。ぜひ皆さんもあのこの 手話で福音の伝えを読んでいいただいて手話を覚えるだけじゃなくてもう1回聖書の意味あのこ言葉の意味を知る、えー、また学びの時だとも思いますのでぜひこの5本を手に取っていただきたいと思いますそれではまた次回「本の旅」でお会いしましょうありがとうございました